ということで、上限1万円で勝っていきましょう。ここで4番、あーおおお終わらないでしょうね。終わった、まだ4番ない。35ゲーム、つらい。いるかでもプラスではいやプラスですプラスですよプラスですよ絶対プラスですよ。だって今87枚78枚なんか出したんで、うん、ギリおー熱いお願いお願いもう一回ボーナスください。よし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 、態度がどんどん上がっていくぜ。はい、あ、オッケーオッケー。ああ嬉しいですね、ボーナス蹴るとね。うん、いいでしょう。うん、これをさっき決めたかったんです。はい、ビッグボーナス137ゲーム、ありがたい。今回もちゃんと ART に入れないとな。でもプラスですよ。いやプラスですよ。だって300枚出るんですよこれ。私4000円しか使ってないんですよ。絶対当たってない。はい、ビームは出ません。はい、効かないです。終了。はあ、312枚か。ちょっと今日は ART をうまく上乗せができる自信がないのでやめます。ちょっと違う台行きましょう。こっち側ってゴスロじゃないのか。ここだけですね、ゴスロだと思ってました。ここ大衝撃打ちたいな。前ジャブリでも打ちたかったんだけど埋まっちゃって取れなかったんですよね。朝打てたい。殺人になっちゃいますが、ホールでいいですか。行きましょう。もうさて思い切って絶対衝撃3にしました。まあ今のところ300枚ぐらいですかねはありますので、なんとかなるでしょう。お、スイカ？お、違う、チャンス目だ。来ますよ、ここ上げゾーン来ました。お、キッチュー、出た。はいはい、違う、機械しかなかった。あとちょっとめちゃめちゃおっぱいが迫ってきますね。お、レア役いけばいいんじゃないか。止まらない。はい、決戦対決が始まった。いやもうなんかちょっと見えないですけどね一応。おお勝ったよ、打ちました。これでまたマッサージタイム来ました。これでさすがにたまるでしょう。おーマックスで、マックスになって、これがココマンルーレットか。デートこれがだからチャンスゾーンではないのね。はい、伝承ね。はいはい、どんぐらい続くんだろうな。結構伝承長い。あー全然良さそうじゃないですね。うまくいかないんだろうな。
ここの赤字はあんまり意味ないのかな。いいの、いいんだ。このくらいのこのくらいの顔でいいんですやった、ありがとうございます。じゃあ赤字はちょっとチャンスアップだったのかな。はい、164ゲームです。当たりました。これでバトルボーナスですね、おそらく。あ、はい、ここクリアしたら AT 突入ですね。衝撃ラッシュ、まあでも2ゲームで終わるやつなんで。はい、絶対領域に行きます。ちょっと多分弱いな、態度。なんだ、はい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 、絶対集中領域入ってますね。勝てそうなのかな。うん、ダメ。一応絶対領域全薬で AT 抽選とはなってますが、何もしてないな。おっ、どうした、はいはい、集中入った。またそう、集中領域入ってるけど、いやーめっちゃ破れた。集中入ってても終わっちゃうんだね、普通にね。はい、残念ながら衝撃ラッシュにはたどり着けませんでした。ナイトプール、ポイント獲得、特化ゾーンですね。お、宇宙目広角かな、多分出現率が結構変動するみたいなんで、一番いい時で1/8。来ちゃった。これですぐ貯めれたらいいな。おう、ピンク種ぞろいで全員乗ってる。お、待って待って、レア役か。種揃いではないのだな。おお、暑いんじゃないですか押しますね、皆さん乗られてますけど、うん、4姉妹来ました。どういうことでしょう、当たっていると思いますけど、このレインボーは60、当たりましたね、バトルボーナスが当たりました。66ゲームです。65ゲーム、66ゲーム早いな。はい、今度こそ勝ってみせる。おう、やや子を引くのね。あー、チャンス目じゃん。どうにかなりませんかね。同じ人ですね。ちょっと勝てる気がしないな。もういい感じで当たったのにな。速攻で終わっちゃった。あ、絶対領域中はリプレイ成立か、勝利の鍵って書いてます。
集中状態ではプッツ目が一応出現しやすくなるらしいです。全然出てくれなかったけど、さっきなんだ、おお、こっちだ、ここ上げゾーンだ、おお、レア役引いちゃう、えらい、もう溜まるのでは、あ、マックスマックス、やった、おう、どっちかな、お、またこれと無駄ではなってないはずですよね、そう、すごい、くっつめが、よし、で、マックスになっております。持ってき到来がいいのかな、やっぱデートか、まあでもさっきもね、全然調でデートで当たってるんです。意外とそんなに楽しんでいる顔をしてなくっても大丈夫ということが分かった、まあ、これはちょっとオポだからダメだろうけど、おうおう、いいじゃんいいじゃん、おう、さっきより全然いい、いいじゃんいいじゃん、決めたべきではない模様、なるほど、いや、なんかこれ大丈夫でしょ、さすがに、いやー、さすがにこれは OK もらえると思いますよ、あれ、なんか青い、青いが、よし、OK、あやちゃん、169ゲームです、しゃ、今度こそ衝撃ラッシュに入れてみせる、はあ、頑張りたい、お、頼むよ、ダンス名そんな偉くないのかな、そんなわけないと思う、おお、両翼両翼、おお、おお、え、強制だよね、強制、あ、あ、敵隊入りました、えーでーゲットですね、よし、はい、衝撃ラッシュ、さすが強ゼリーやってくれた、おお、極上、あ、極上、極上、極上って、極上絶対領域、いいやつじゃない、うん、極上絶対領域、ボトルボーナス中の抽選に当選、当選か衝撃ラッシュ成功時の一部で突入、これも一部なのかな、え、めちゃ上手なんじゃないの、ストック、平均ストック約4個できるんで、おうおう、そう、まだ9ゲームありますからね、あ、とりあえず2個かも、ちょっと待って、ついていけてない自分が、やばい、あ、平均以上はいっときたいな、頼む、よしよしよし、すごいです振動が、春日以上にすごい、よし、よしよし、あと1個いっとこう、ラスト、終わりかね、はい、
4つストックでも最初の1個も含めてってことかな。なんでまあ一応平均ですね、4つです。 OKOK 全然戦えている。さあとりあえずストックありなのでしばらくは続いてくれます。衝撃ラッシュ、これをループさせて、衝撃ループさせて、はい、プラトニックボーナスかな。お、はい、ゲットしていく流れになります。消化中もボーナスストックできるのでここでかなり上手にやれば余裕で1000枚ぐらいはプラスいけるんじゃないですか、もしかして。ちなみに今50枚ぐらいか。チャンス告知でいきましょう。何もできないか。はい、とりあえず1個目終了。まあ、大体100枚くらい出るんで、まあ、400枚はだからもうもらえるのはなんとなく見えてる。はい、2個目もうちょっとボーナス消化中いろいろできると思うんだけどな。頑張ろう。衝撃告知も見たい。ナミちゃん、お、ストパネ消えた。おー光ったキンキン、やったストックゲット。引っ込んじゃうんですね。まあ、こんなものか。からあと3つある状態。ずっとストックあったらな、全然気が楽だ。おお、そしてなんかここで引く。1回目です。チャンス告知かな、やっぱり。まずいまずい。あと2個ドン。牧場プラトニックボーナスとかも確かありましたよね。牧場はなんかいろんなところで入る可能性があるんで。赤7を狙って、え、これ赤だよね。あ、もう近くでした。背景がもう素晴らしい。ここの、赤7揃いで女の子が増えまして、延長になりますね。素晴らしい。よし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 。お、そっか、しかも2人いるからね。2個同時だなんて恥ずかしいです。2人同時ってどういうことだ。はい、いただきました。1個残ってる状態だったんですよね。だから全部で3個まだある。ありがてー。不良、まあでも2個もここできたんでよかった。お、なに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 、そんなん。はい、何かが起こる。はい、ブッチュ、ブッチュ来た。あ、嘘でしょ怒られた。ブッチュ合格でも入ってるから
飛ぶよ。あ、意外とむずいな。終了。部長に1回のボーナスで100枚ずつ出せて。トリコか。まあでも即なくなったら終わりじゃないですからね。衝撃ダッシュがトループ率もあるんで、いいところ選ばれてればいいけど。ストップ 2OK。 おっ、おっ、8目じゃん。やった、順調順調。はい、ありがとうございます。おお、やった。大丈夫でしょう、これ気持ちいい。よし、あと1回プラトニックボーナス来たら1000枚プラスいける形ですね。頼むよ。おお、待って、一応成立役も大事。おお、もう強い強い。あ、押せないんだね。はい、強茶引いてます。え、あのみんな乗ってるやつかな。おお、え、やった、上手。さあ、本日の無茶振りクリアです。これで、上手だった、やりましたよ。お、待って待って、青菜奈ちゃん、特上行ったびっくり、また赤。さあ、また極上絶対領域いただけました。よし、では絶対乗るな。はい、スタッパネ消えた。いいんじゃない。よし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 、やっぱり4つ乗せる。 OK、 よし、なかなか迷おうか。あ、設定にしてですね、なんとも言い難い。お願いします。あ、終わっちゃった。ストップ通りかな。なんか自力で継続させれてたのかもよくわかんないですけど、終了ですね。はい、いや、でも十分です。感想ちょっとしたかったなという気持ちはあるけど、1962枚、2000あるはず。え、足りない。次戦終了です。お疲れ様でした。あー、こんなに出せるとは思ってもみなかったんですけど、本日は、本日も楽しく、実戦の方させていただきました。で、今日の無茶ぶりが、投資1万円以内で勝つっていうやつですね。ファーストシーズンのプラスにできなかったやつのリベンジ、達成できなかった無茶ぶりのリベンジということで、本日投資が4000円、そして回収が1989枚なのでプラス1805枚でございます。もう途中でなんか1000枚以上プラスとかっていうね、なんか追加ルールみたいなのもなんかされて、よくわかんない、意味わかんないなって思ってたんですけど、もう全然余裕のプラスで、達成です。クリア。いや、絶対衝撃3スホールで初めて打ったんですけど、めっちゃ楽しかったですね。まさか極上2回も弾けるとは思いませんでした。まあ、最初に何言ってたんだっけな。あ、エウレカですね。エウレカです。エウレカもうまいこと当てて、なんやかんや割とうまいことやってたのかな。ハルヒもね、2回もボーナス引けて、あのボーナス300枚出るのめちゃめちゃ大きいですし、まあ全体的にとっても良い実戦だったのではないかなと思います。
ちょっと絶対衝撃はまた打ちたいな。あとあのリベンジ系のね無茶ぶりもまあ今後全然あってもいいかな、あってもいいかな。今日すごく気分よくなってるんで、まあその他にもですね、無茶ぶりのネタに結構困っておりますので、ぜひぜひ皆さんあのコメント欄にこんなのどうですかっていう、コメントなんかいただけるととってもありがたいです。お願いします。さあ、本日は大賞ということで、しっかり勝つことができました。また次回ですね、どんな無茶ぶりが来るのか怖いですが頑張っていきたいと思います。皆さんチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは本日はお疲れ様でした。さよなら。